マルゴットチャンネルの行く末を占っていただきたいなと思います。死神。出たー、出ちゃいました。この辺町からこんにちは、竹原です。川崎です。今日はこの辺町に令和4年6月に開店されましたリコさんに来ております。占い&リラクゼーションのお店になっています。こちらのリコさんはマルゴットチャンネルの浜社長からご紹介いただいて来てるんですけども、浜社長も今日はいます。はい、どうも。占いをしていただけるということなので、マルゴットチャンネルの行く末を占っていただきたいなと思います。気になる、気になる。それではお店の方をご紹介します。店主の三浦雅美さん、三浦舞子さんです。はい、よろしくお願いします。寺のリコさんはどのようなお店になっているんでしょうか。占いと霊気ヒーリング、お水入れ、整体、天然石でのお守りブレスレットの製作販売をしております。心身ともに癒せるサロンでございます。お守り販売というと後ろにあるそのブレスレット。そうです、うん、たくさん色があるのあまり私見たことないです。コシ君作ったら108個ぐらいなんか足りそう。全部違う。最後面白い。今のお話のお水入れって何ですか。私今初めて聞きました。頭からお水をピシュッと入れて。お水は口から入るものだと思うんですけど。頭から入る。イメージがまだ頭から入る。頭から入れることによってストレスの緩和や凝り、眼精疲労、リフトアップの効果、そういうのもおまけでついてきます。水入れはですね、丸ごとご褒美的にですね、疲れてる方、ストレスが溜まってる方が受けたいなと思いますので、その辺もしっかり教えていただければ。疲れてる方の判断基準は、それはもう舞子さん次第です。占いの結果、あなたやばいですよって言われた方が水入れをするんですね。そうですね。タロットカードで見る未来っていうのは5年10年って先を見るわけじゃなくて、はい、まあ、長くても半年とか、今の状態がどうであるのか、このまま行くとこういう流れになっていきますよっていう部分を見ていきますので、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。タロットカードってあれですよね、死神とかいるやつですよ。死神とか塔とかダメなやつとかしてくれる。悪いカードじゃないんですけど。あ、そうなんですね。あまりネガティブに読まないというか、はい、来ました。あ、来ましたね。来ました。あ、呼んだ。これあれですか、さっき言ってた死神。死神。出たー、出ちゃいました。これはどちらから見るんですか。正位置、逆位置。私から見て正位置か逆位置。あ、なるほどなるほど。過去、現在、はい、未来の状況ですね。マルゴットチャンネルは周りの状況がこれです。で、これが自分の気持ちだったり状況だったり、はい、ここが最終結果、ここが対策になります。まず過去の状態を見ると、ソードのナイトっていうカードですね。非常に勢いよく走ってきたんだっていうところが出てますね。もうやるぞっていう、そういう感じで走ってきたのかなっていうのが過去に出てて、はい、うん、全てを犠牲にして駆け抜けました、ね、うん、そうですね、駆け抜けてます、ね、現状のところには女帝、これすごくいいカード、今とても居心地のいい状態であるとか、繁栄しているとか、うん、そういう状態ではある。現状いいんですけど、はいはい、になったのはこの死神逆位置、ソードの10番逆位置、最後のこれもソードで逆位置、ここもソードですね。剣ばっかり出てます。へー、現状とてもいいんですけども、未来のカード、これ近未来ですね、うん、結果の前に出てるカードもこれもソードでクイーンで逆、若干こうピリピリとした雰囲気、うんうん、あったりとか、今のこの周りの状況、これだと今までの状況がまあ一旦終わりを告げてまた新しい流れになっていくとか、うん、はい、そういった目になるんだけど、逆位置なので、うん、終わらせたいのに終わらせれないものがある、うんうん、こっちは逆にしんどかったところ、まあ抜け出すところかなっていうところが出てますね。最終結果ちょっとこう気になったのは、何かちょっとしたアクシデントがちょっとあるかもしれないよ。対策のところに出てるのが、これもソードなんですけど、この人は2つのことで悩んでるとか、うん、実際行動を起こすわけじゃなくて、こうどうしようとか考えてる状態、
どっちかを選ばなきゃならない状態がもしかしたらあるのかなと。慌てて結論を出そうとしなくてもいいんですよね、うん、冷静に判断してくださいねっていう、うん、アドバイス的にはそういう感じですね、うんうん、どん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 こう古いもの不要なものは捨てていく必要がある、うんうん、何でもそうだと思うんですけど冷静に時間をかけて手入れしていく時期なのかなっていうところですね、うん、そうすると、うん、ピリピリした感じとか、うん、ちゃんと整理しなかったことによって起きてくるようなトラブル、うん、そういうのはっていうふうに回避していける、うん、っていうところはここが教えてくれてます、はい、大きな意味合いとしては整理するべきものがあるから終わらせるものは終わらせなきゃいけない。そうですね、うんうん、それを捨てることによって別な何かが入ってきてくる。今出てるカードがこれなので、まあ、状態的に悪くないっていうのが分かるんですけど、うん、だと思いますね、うん、あそうですね、もし休みを入れても大丈夫なんですけどこれも出てるので疲れてるのかなっていうところも出てるんですよちょっと刺さりますね、うん、心身ともに一旦お休みした方がいいですよっていうところも言われてるんですよ。もし休み入れてる方がいいかもっていうのはその今出てきたその3枚がこう暗示してるようなもの。あそうですね、もうこれは直球し入れてください、うん、ちょっと休憩三井入れさせていただいて、はい、次も頑張りたいと思うんですけど、はい、どっちがやったんですか。チャンネル的にどうかっていう部分で出したんですけど、はい、疲れてますね、どちらも、うん、今の状態をペンデュラムに聞いてみますので、はい、今の状態をよかったら OK なり悪かったら反時計なりで教えてください。ブルブルしてる反時計回りが疲れてる。うん、じゃああんまり良くないですね僕から見て反時計回り。あ、私から見て、どっちから見ても反時計です。あ、で結構お水入れした方がいいです次がいますから、僕なんかちょうど口だと思うんです。多分口ぐるんぐるんもありますから。あれどうするの私、うん、時計回りいいです。あ、とりあえずは大丈夫です。これか決定ペンデュラムは嘘つかない。この間マッサージもコシ君やってもらったのってなんで罰ゲームみたいなノリになってるの。違うよね。ご褒美、ご褒美。ご褒美、ご褒美、ご褒美ですね。ちょっと癒しをみたいな。癒しを、はい。水入れ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ローション状になってるものなんですけど、これが全身用の化粧水っていう形のものになってまして、頭から入れていきます。コシ君すごい顔してるよ。あんなにシャーってやったらこの辺からツーって出てくるかと思ったんですけど、うん、出てこなくて。まさに今入っている。でもほんと不思議っす。なんかこんなに頭の上に水ジャーってやってるのに取れてこないですね。取れてこないですね。少しこうマッサージしながらすり込んでいきます。なんか顔が上がった気がする。またこのなんか指の力具合が絶妙ですね。効果でいくと毛穴の汚れ、これを取る効果が高いので、うん、そうするとやっぱ髪にいいので、うん、薄毛とか白髪こういうのに効果がある。ストレスの緩和にも効果が高くて、うん、それで受けに来る方たくさんいらっしゃるんですね、うん、ストレスがなくなってきてるのか、なんか優しい気持ちになってきました私。終わった後の表情が変わると思う。今の時点で表情までつきものが落ちたような、うん、これで全部です。タオルを巻いて最後仕上げのこれ瞑想用ローションといって他にはないような珍しいものなんですけど、ケイ素が多く含まれているローションで特にストレス緩和や不安の除去といえばいいですかね。こういうものに効果が高い。頭やってもらってるのになんかお腹も温かくなってきた感じがしますね。受けた人しかわからない感覚だねきっと。悪いものが抜けた顔してるでしょ。目が軽い、笑顔が自然になりました仕上げに化粧水ですけど、手回りになりました。大変いいです。整いました。整いました。いや整った感じはしますよ。すごい
うまく言葉にできません理由はあるんでしょうけど、なんか世の中には不思議なことがあるもんでというか。お店の場所は五戸中学校の近くですよね。あ、そうです。ひばりこども園さんの向かいになります。お家に煙突がついてるので煙突を目印に来てください。はい、営業時間の方は平日9時から5時までで、日曜日と祝日がお休みです。土曜日来やすいですね。そうするとホームページと公式 LINE から予約ができますので、ぜひ来てみてください。今回の動画が面白かったな、ためになったなという方はチャンネル登録お願いします。高評価と Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイ、はい。